私の近くで眠りについちゃダメですよ。私が勝手にあなたの夢を変えちゃうかもしれないですから。この世の中に辻褄の合わない夢なんてない。全ては現実とつながっているのだから。また寝てました。寝る時間は十分ありそうですね。すや、僕が作った道具は世の中すべての夢を占うことができる。夢を見た者は誰も僕に勝てないのさ。